皆さんこんにちは。お囃子塾第36話にようこそ。今日のトピックは洋楽と邦楽との違いのうち音楽の性質の中の第8話、三味線とお囃子です。お囃子は歌舞伎音楽のリズムを担当しているのですが、とてもユニークな働きをしています。リズムとはどのような役割を行うものなのでしょうか。洋楽では何といっても音楽の中心はメロディーですね。メロディーが曲で伝えたことを表現し、リズムは音楽にアクセントをつけ、音を細かく刻むために使われると言われます。歌舞伎音楽も同じでしょうか。今日はそのようなことを次の順序でお話ししたいと思いますので、最後までご一緒くださいませ。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 1. 能の手組み 2. お囃子が先 3. 歌舞伎の手組み。洋楽では普通は最初にメロディー、次にリズムという順序で曲が作られていくのではと思います。では歌舞伎音楽はどうでしょう。実は日本には旋律楽器が現れる以前にリズムパターンを使った音楽が存在していたのです。リズムパターンのことを手組みと呼びます。ところで一体手組みとは何のことで、それはどこからやってきたのでしょうか。日本で650年以上前にできた能楽は3種類の太鼓と笛でできています。そしてそれは何百もの手組みを使って演奏されるのです。それぞれの手組みは込みと掛け声と太鼓の打音が組み合わされてできています。込みとは次の演奏に移るときに気を込めて取る沈黙の間や一呼吸のことを言います。掛け声とは音楽に活気を与え、また他の演奏者との合図としても使われます。例えば三辻の場合はこのようになります。よーぽん、ほーた、ほーぽん。よー、ほー、ほー。三辻というのは手組みの名称です。名前の由来などについては大変に古いものであるため、はっきりしたことはわかりませんが、手組み、手配りなどそれぞれに名前があり、曲はその組み合わせでできているため、手組み、手配りが分かれば個々のリズムを覚える必要がなく、とても便利にできています。能の手組みは小鼓では約170種類、大川では約200種類、太鼓では約100種類あると言われています。そして太鼓は笛と密接なつながりがあります。日本の音楽史の中に三味線が加わった時に、そのような洗練された打楽器と笛による音楽が完成されていました。三味線という楽器が伝わってきた時には、日本にはすでに鼓作りの技術や鼓職人がいました。その楽器の元はアジア大陸から沖縄を通って伝わりましたが、そこに匠の技と知恵を兼ね揃えた職人たちの手が加えられ、見た目も音も使い勝手も全く改良された楽器として生まれ変わりました。そして三味線が加わった時から、日本は270年余りの平和で庶民文化の栄える時代に突入していったのです。それまで栄えた能楽は武士階級のものでした。ところがその時代、庶民が活躍する時代となり、庶民の中から歌舞伎が生まれたのです。歌舞伎音楽は能楽に使われる3種類の太鼓と笛をもとに三味線が加わった形で始まりました。音楽史の中でとても面白いことが起きたのです。ここで少し当時日本にどのような音楽があったか、いくつか取り上げてみましょう。まず文学は詩歌がとても発達していました。神様への捧げ物としての神楽がありました。仏教音楽もありました。
大陸の影響を受けて始まった雅楽がありました。琵琶法師が琵琶を使って平家物語を語っていました。能楽では太鼓や笛を使い、歌いや能の物語を語るためにとても洗練された音楽がすでに演奏されていました。歌舞伎以前の日本の音楽史を振り返ると、たくさんの打楽器と笛を使った音楽が見られます。そしてそれぞれが特別のリズムを持ったものであり、日本のリズム楽器はすでにただのビートを作る楽器ではなかったのです。以前にもお話ししましたが、とても応用力に富んだ三味線が現れた時には、日本にはすでにお囃子もメイクも存在していたということです。歌舞伎音楽がとても複雑なリズムのついた音楽である理由は、そんなところにあるようです。歌舞伎音楽は太鼓と笛で演奏される能囃子にメロディーが施されるという順で始まりました。ところがそこに問題が起きました。能楽はきっちりと数が定まった詩につけられる伴奏であるため、応用が効かないのです。もう一つの問題は、江戸時代には以前とは異なる種類の曲がどんどん作られていったことです。庶民の生活を描くものをはじめ、さまざまな種類の曲が生まれました。能が栄えた戦国時代の曲はかなり真面目で重い曲がほとんどであったため、新しい時代の手組みが生まれました。通称チリカラ拍子と呼ばれる手組みです。チリカラ拍子の登場は2つの問題を解決しました。基本のリズムを能囃子の前後などに用いることにより、能囃子が三味線音楽に応用できるようになりました。次に最初から三味線音楽に合うように、新たな楽しく朗らかな拍子の手組みがたくさん作られました。このチリカラ拍子は三味線音楽に幅を持たせ、飛躍的な発展をもたらしました。これらの手組みに関しては次回の動画でお話ししたいと思います。洋楽ではメロディーが中心となり、考えや気持ちを伝達します。リズムはメロディーにアクセントをつけ、時を刻みます。ところが歌舞伎音楽ではまずお囃子ありきでした。歌舞伎音楽は能楽の延長線上で最初作られたため、2つの独立した音楽が合体するような形で作られていきました。そしてそれを可能にしたのが新たに作られたチリカラ拍子なのでした。この三味線音楽、能囃子から来た手組みとチリカラ拍子の組み合わせは、ありとあらゆる物語の情景を幅広く、そして深く描くことを可能にしてきたのです。今日の動画いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。次回はお囃子の手組みについてお話しさせていただきます。皆様の温かいコメントをお待ちしております。またいいねボタンとチャンネル登録をお願いできたら嬉しいです。ではまたお会いいたしましょう。